岡崎市少年自然の家、鏡川原市少年自然の家少年自然の家は、青少年のための社会教育施設。もともとは、義務教育の小学校に在籍している少年対象であったが、一部その上の年齢層も、含めて、青少年自然の家、青少年交流の家、青年の家と称している施設もある。日本国内では1970年以降、政府が積極的に、 国庫補助金を支出して国や地方自治体で設置された。独立行政法人国立少年自然の家が運営していた国立の施設は2006年独立行政法人国立青少年教育振興機構への統合を機にすべて国立青少年自然の家の名称に統一された。各地方自治体の少年自然の家については指定管理者を導入する施設が増えている。 児童青少年を自然に親しませ、自然の中での集団宿泊生活を通じてその、上層や、社会性を豊かにし、心身を鍛錬し、持って健全な少年の育成を図ることがその目的である。そのため、自然環境の良い山や高原、湖畔や海岸などに設置されている。ただし、自然環境の良いところといっても、学業の休みになる夏休み。 冬休みのような長期休暇の時期にのみ開催される臨海学校や臨館学校と決定的に異なり年間を通じて運営されるというのが大きな特徴である。活動の主要な目標は次の3点である。少年自然の家で行われる主な活動としては以下のようなものがある。少年自然の家や青年の家などの名称を用いた社会教育施設は 当該施設の主催事業や学校等の集団での宿泊研修において、宿泊を伴う活動にも対処できるようにするために、専用の宿泊施設が併設されていることが多いが、その一方で、専用の宿泊施設を併設しない青少年、教育施設もある。そのような施設は、非宿泊型の青少年教育施設と言われ、施設形態や利用形態も公民館並みであり、 都市青年の家によくあるという。当然のことながら、非宿泊型の青少年教育施設の主催事業は、日帰りのみである。しかし、非宿泊型の青少年教育施設は、近年の行政改革等により、廃止されつつあり、中には、公民館に転換された施設もある。千葉市少年自然の家、指定管理者の選定結果。千葉市役所。 2020年8月2日閲覧、文字少年自然の家指定管理者候補の選定結果について、北九州市役所、2020年8月2日閲覧、特に国立の施設と都道府県立の施設がそれにあたる。ただ、都道府県立の施設でも高知県立、潮見記念青少年プラザや、高知県立高知青少年の家のように、 専用の宿泊施設が併設されていない場合もある。しかし、高知県立高知青少年の家は、他の施設と連携して、宿泊施設が併設されていても、専用の宿泊施設が併設されていないものと、みなされている。ありがとうございます。